はい、グッチョウエイミアン、アイムアオフィッシングチャンネル。はい、てなわけで、前回お岩なつった砂防ダムから約3、4キロ釣り上がった付近ですね。あ、ちなみにこれこの間大岩なつったトートバミミズ推定10センチ以上ある。これ普通に釣り具屋さんとかホームセンターで売ってるミミズ。今日はもうあれなんで帰ります。いや、なんかこの川、結論を言うとね、前回の砂防ダムがピークで、なんかね、本当は去年じゃない、本当はね、天気がもう良かったらっていうか、昨日大雨とか、なんかこの間の土砂降りの大雨とかなかったら、本当は某ダムの放出口の方でちょっと海の仕掛けとか海の差を使って、なんか60センチ以上のアメマスとかちょっと狙ってみようかなと思ったんだけど、なんか夜には雨が止むってことは、その翌朝の放水口絶対危ないやつだなと思って断念して、それでまあ釣り岸なんで、まあ、釣りしない日曜日なんて僕の中ではありえないんで、まあ、台風でも来ない感じで、まあ、前回の続きを釣り合わせたんですけど、全然ダメですね。いや、さすがに3週連続大岩のとは行かなかったですよ。雲はね、春までもあるな。ちょっとスケールはあるんだけど、行ったところにね、なんか結局ニジマスだったの。ってとこだね。今日いいやつもあるし、でも引いた瞬間はなんかね、引いた瞬間は先週とか先々週の大岩の放出してるようなね、ゴンっていうゴンゴンゴンっていう感じだったんだけど、なんか急になんか力尽きるのが早くて、巻いてみたら。そうね、いいかと思う。もうちょっと頑張るためには頑張れるんだけど、明日仕事だから長居は今日はしない。でかいはお盆休みだった。あ、か先週のイワナの昆布締めがまだ残ってんだよ、実は。今日イワナも売ってね、赤い斑点とかあったら、トロコモかなと思って。残念な、疲れてる。とり
りあえず塩焼きで頑張るしよう。ではまたお会いいたしましょう。グッバイ。何はともあれ釣り上がりすぎても必ず釣り上がれば釣り上がるほど大きい魚がいるとは必ずしも限らないってことですね。勉強になりました。